はい、皆さん、こんにちは。アラニアです。今日は、計算と情報科学第4週2コマ目の、授業です。遺伝的アルゴリズムについて学ぶですね。じゃあ、早速これを話ししましょう。まず自己紹介で、僕は、情報科学類のアラニア・クラウスです。ちなみにこの授業に関係あると思うんですけど、アレンヤっていうのは、雲っていう意味ですので、はい、聞いてください。出身がブラジルで、筑波で、担当している科目が、3年生向けのプログラミングチャレンジズと、3年生向けのマス・フォー・コンピュータ・サイエンスと、大学院生向けの、エクスペリメント・デザイン・フォー・コンピュータ・サイエンス。つまり、コンピューターサイエンスの、実験のやり方です。で、研究分野が、まあ、今日紹介する遺伝的アルゴリズムを用いた最適化と、コンテンツ自動生成、まあ、つまり、プログラムの自動生成とか、マッチの自動生成とか、ゲームの自動生成とか、あと人工生命ですね。これについて、ぜひ、興味がある方は、ぜひ、声をかけてください。まあ、では、早速、授業のテーマに入りましょう。アルゴリズム と、計算の技術について話したいと思います。今まで、最初の授業、亀山先生の授業から始めて、いろいろな先生、今までの先生がいろいろなアルゴリズムを紹介しましたですよね。計算をうまく使えるアルゴリズムとか、並列のアルゴリズムとか、モルティエージェントのアルゴリズムとかですね。でも、一つを聞きたいところなんですけど、そのアルゴリズムが誰が作ったんでしょう、ね、まあ、実は、そういうふうな、最適アルゴリズム、うまく、計算ができるアルゴリズム、改善したアルゴリズムを作るには、なんかすごい知識が必要ですよね。いろいろな作り方があるんですけど、例えば、数学者が、ある問題を、その問題の、数学的なモデル化をして、でそのモデルから、数式を作って、でその数式を計算できるプログラムを作ることが一つの方法ですね。あとは、なんかそのある問題に対してすごい知識を持てる専門家が、その問題を計算するために、その問題を解けるために、計算するプログラムを作る。まあ、例えば、ここの、右側では、その NASA の、マーガレット・ハミッド博士ですね。この人が、月に着陸したミッション、アポロ計画の、プログラムを作った人ですね。あの時はなんかそのロケットはどれぐらいプログラムいるのかですね。なんか人の性の高さぐらいのプログラムが必要ですね。なんかこれは全てを作るには、ロケットについての知識がすごい、ものすごい必要でしょうね。と考えられる。一方、なんか、なんていう。まだ私たち人間が解けてない問題に対して、それはどう、つまり知識のない問題に対して、それはどうやってアルゴリズムを作るのか、ですね。知識があるときに、まあ、それを勉強して、数式を作ってアルゴリズムを作るんですけど、数式はないと、知識はないときにどうするんですかね。つまり、数学や工学以外、アルゴリズムを作るための知識はどこから取得できるのか。その一つの答えが自然です。ですね。それはまあ今日を説明したい。ですね。なんか自然を勉強して、自然から学んだことで、アルゴリズムを作る。方法についてを一つを紹介したいと思います。まあ、なんで自然なのかですね。人間が、知識を持てるので、自然が何か学ぶことがあるですかとか考えられる人もいると思うんですけど、まあ、この二つのなんかちょっと自然が工学者、専門家より賢い例を見せたいと思うんですね。一つは、まあ、この雲ですね。なんか、まあ、雲。はい、雲です。雲ね、なんか雲の数がすごい複雑なことで、
すごい複雑で作られること、なんか素晴らしい、本当に、なんか、筑波大学から帰るときにバスデーで、蜘蛛の、蜘蛛の巣をずっとじっと見てるのが僕なんですけど、蜘蛛はね、巣を作って、まあ、餌を取るための巣を作るんですよね。で、例えばなんか虫が蜘蛛の巣に、なんか捕まえられるときに、まあ、蜘蛛、あとその巣が振動して、その振動が蜘蛛、その振動から蜘蛛がなんかその餌の居場所が分かるんですね。それはまあすごい。で、つまりなんかその振動で、なんかまあ上にいるか下にいるか右に左にいるかって分かるんですよね。それはなんか巣の構造のおかげです。でも、それだけじゃなくて、蜘蛛がね、なんか蜘蛛を食べる蜘蛛がいるんですね。その蜘蛛を食べる蜘蛛が、そのなんか餌になれる蜘蛛を騙すために、その餌になる蜘蛛の、巣をなんかわざと振るんですね。そうすると、なんかその食べられる蜘蛛が、あ、ここは餌だって思って、そっちにいて、バッと捕まえられるんですね。それなんか、どうやって、蜘蛛がなんかすごい脳がちっちゃいなので、人間と比べてすごいちっちゃいのなんですけど、どうやってその賢い、その活動、あと、すごい賢いやり方を学んだのかですね。人間、自然がなんか蜘蛛にそれを教える方法が、私たちは分かれば、ロボットとか作れるんですよね。賢いロボットも、蜘蛛のように賢いロボットを作れるんじゃないかと思われる。あとなんかまあ、蜘蛛の賢さだけじゃなくて、蜘蛛の糸はね、蜘蛛の糸が軽くて非常に強い素材なので、その蜘蛛の糸のように特性を持つ素材、人間も素材を作れると、まあロケットにも使えるし、服にも使えるんだ。ですよね。ですので、まあ、自然からいろいろな学ぶことがあるんですよね。数学と、まあ、数学も大事ですし、なんか専門知識も大事なんですけど、それに加えて、自然の知識も作ると、計算システムも作れるんじゃないか。まあ、蜘蛛だけじゃなくて、アリもですね。アリも、なんか、すごい動物ですよね。アリとアリの間で、まあ、脳がすごいちっちゃくて、アリが言語がないし、喋ることもできないんですけど、まあ、このイメージみたいに、これを渡るために、アリが橋を作ってるんですね。この橋を作ろうとするのは誰が決めるんですね。このアリが、なんか他のアリの会話できないんですけど、じゃあここにちょっと立てて、他のアリやシート手をつないで、橋を作りましょうとかですね。それはね、なんか、直接で、話がないんですけど、アリと他の虫もそうなんですけど、間接的なコミュニケーションの方法があるんですよね。それはまあここで書いてるんですけど、フェロモンと、スティギマジっていうです、ね。フェロモンがなんかそのアリがその器物を出して、その匂いを感じて他のアリ、まあ、こっちに行った方がいいとか、こっちを避けた方がいいとかっていう、通信があるんですね。そのやり方も、例えばロボットが、月にあるロボットが、なんていうな、まあ、火星に行くロボットとかですね、地球と連絡が取れない。地球と連絡が取れないので、火星にいるロボットの間に連絡は取る必要なので、その連絡方法が、アリのなんかコミュニケーションのあり方から何か学べるのかですね。まあ、それは想像なんですけど、実際に、自然から学んで計算機システムの紹介をしたいと思います。それはなんかバイオインスパイルドシステムというですね。バイオインスパイルっていうのは、バイオインスパイルというのは自然から、見学して作った計算システムですね。今は2つを紹介したいと思います。まずは、蜘蛛の動きを真似するロボットです。でもう1つが、鳥群れをシミュレートするコンピュータグラフィックスのシステムです。
じゃあこの、まずバイオインスパイアドコンピューティングの例、クモロボットのタボットっていうロボットを紹介しましょう。まあ、この方は、ドイツのインゴ・ラッチェンバーグ博士ですね。彼は砂漠で、その極端的な環境でも動けるロボット、まあ、つまり、砂漠とかだけじゃなくて宇宙とか火星とかで動けるロボットの、研究をしてるんですね。そのために砂漠の生き物を研究する。で、砂漠の中でこう見てるに、なんかその宙返りする子ですね。すごい可愛い、なんか宙返りの動きはね。で、雲が、なんか、あと、やっぱり砂漠がね、なんか木がないから巣を作ることができないし、で、砂が足で走るとか、砂がなんか、なんていう、踏んで落ちてあまり早く動かないので、その雲が、あと、なんていう、危険を感じるときに、早く逃げるために、こういうふうな宙返りの動きが、進化したんです。ですね。で、インゴ先生が、その宙返りの進化が、宙返りの動きができるロボットを、研究してですね。まあ、このロボットですね。こう見てるに、ロボットが回りながら宙返りして、で、すごい、あと、早く動く。これは実際のロボットの動き方です。ちょっと前の雲を見て、なんか、これはこのアニメーションでちょっとわからないと思うんですけど、宙返りにはこの雲が足2本だけを使っているんですね。このロボットみたいになんか後ろに足2本を使って、宙返りするんですね。で、このロボットが宙返りじゃなくて普通の動き方、なんか雲の動き方もできます。この足を開いて雲のような動き方もできる。ですよね。じゃあもう一つのバイオインスパイリングコンピューティングの例を見せましょう。これはボイドというバーチャル鳥のシステムです。ボイドっていうのは、そのコンピュータグラフィックスの研究者が、開発したんですね。この鳥の、一緒に動いてる鳥の動きをコンピュータシステムの中で申した。これをなんか見てるって、なんかこの障害物があって、この鳥が一緒に動いて、障害物があるときに、一旦離れて、で、また戻る。ですね。ここが一旦離れて、で、また、ここで、まあ、また一緒に動くようになっているんですね。だけど、ですね。でも、鳥はね、まあ、ありのように、鳥がお互いに喋らないですよね。あ、一緒に右行きましょうとか、一緒に左に行きましょうとかじゃなくて、鳥はまあ、完全に空気を読んで、どこに行くのかを決めるんですね。ですので、それをできるシステムが彼は開発した方です。それをちょっと見ましょう。ボイドのシステムのキーが、まあ、鳥が、飛びながら会話しない。ですね。ですので、ボイドがお互いに通信せず、自分が見られる情報だけで動きを決まるアルゴリズムが必要。そのアルゴリズムをちょっと見てみましょう。ボイドのアルゴリズムがルールを3つあります。ルール、その1、回避ですね。回避のルールというのは、ボイドが近くにいるボイド、この円の中にいるボイドの情報を取って、で、そのボイドから離れる方向に向かう。ですね。それは、まあ、数学に変えると、こういうふうな式になります。回避ルールが、その自分のポジションマイナス、他のボイドのポジションを引いて、で、それを足して、かける、まあ、これは、パラメータとなります。で、第一ルールは回避。第二ルールが、その逆、集まりですね。ボイドが、近くにある他のボイドにいたいですね。みんなはなんか群れを作りたい。ですので、近く、なんかこの円の中にあるボイドの、場所の平均ですね。この4つのボイドの平均値をとって、で、その平均値に向かおう。最後は、向きですね。できるだけ全てのボイドが、だって、みんなは一緒にいるとに向かうと、まあ、論点、一つの場所に固まるですね。でも、鳥は一つの場所に固まるじゃなくて、みんな一緒に動いていく。
それはなんかそのルルスさんの役割です。ルルスさんがみんな歩いてる、あ、おほう、なんかあった。みんな歩いてる方向性に向かいます。まあ数式にするとなんかその方向性の平均をとって、でその平均がそのル、あとルルスさんになる。でそのルール3つでだけでボイツのアルゴリズムがまあ大体終わりです。つまり、シミュレーションの中で、ボイズの、速度が前の3つのルールを出すだけです。ボイド、それぞれのボイドの、速度が、まあ、前の速度プラス、回避のルールプラス、集まりのルールプラス、向きのルールです。これはね、なんか、バイオインスパイレードシステムによくある、特徴です。簡単なルールで作られたシステムから複雑な動きが出てくる。これ、なんか、これを見て、なんかその、障害物をから離れて、自動的にみんな集まるんですね。それは、なんか、セントラルなシステムがなくて、そういうふうな、一人一人で、方向を決めて、一人一人で決めてるんですけど、みんなを協力してしまいます。それは、あと、創発。つまり、生発、つまり、エマージェンスで言うとですね。バイオパレードシステムで、まあ、その創発がよく現れる。まあ、ボイズは、ただ、なんか、かわいい、シミュレーションだけじゃなくて、まあ、実際に使われるんですね。これは、20年前、まあ、すごい有名になった、ロード・オフ・デ・リングズ映画のシーンです。このシーンで見られる、軍人たちは、みんな、なんか人間のアクターじゃなくて、みんなコンピュータで作られたアクターですね。で、まあ、この、まあ、あと岩があって、その岩をの周りに、みんな一緒になんかちゃんと歩いてる。それはどうやってしてるのかというと、ボイズのシステムでこれをやってます。ですね。最近のビデオもなんかそういうふうな群れの動きが出てくると、まあ、そのようなシステムで、一人ずつの、エージェントの動きが決まります。はい。まあ、これはボイズでした。では、これで、この最初のビデオを終わりたいと思います。最初のビデオで、バイスパイブルシステムの紹介しました。では、まとめましょう。普通に新しいアルゴリズムと情報技術がを作るには、専門家や、あと、数学者など、の苦労で作られるんですね。だけど、それだけじゃなくて、自然な動物などからアイディアを取って、クリエイティブなシステムの開発もできる。それは、バイオインスパイレードコンピューテーションです。で、今日、あと今、このビデオで2つのシステムを紹介しました。1つは、砂漠で早く動ける、宙返りする雲ロボットのシステムと、例の2つ目の例は、鳥群れを真似する、ボイドシステムです。まあ、次回のビデオで、なんか2つの例は、自然で一生懸命勉強して、システムを作ったんですが、なんか、それは、なんかその計画とか、その開発とか、なんか、そのバイオインスパイレードシステムにも任せるのか、任せることが可能ですか、ですね。それをできるシステムについて、次回のビデオで紹介します。ぜひ見てください。